先生、こっちこっち。会場でみんな待ってますよ。でも、珍しいですね。時間に厳しい先生が遅刻なんて、もしかして、あの時の返事、聞かせてくれるんですかね。先生言ってましたよね。返事は成人式の時にって。ずっと今日を楽しみにしてたんですよ。今でも先生のことが大好きです。今日こそ返事聞かせてくださいね。